night. Late December back in 63. そうですね、まあ、まさに今4人で写真撮影をしてたんですけれども、なんかホームに帰ってきたというか、なんかすごくホッとするねって話を中川内さんともしていて、でまたそれでいてそれぞれこう2016年の公演からいろんなことを経験して、なんかまたちょっと新しいものもきっと生まれるんじゃないかなと思っていますね。今はすごく楽しみです。そうですね、2組でしたし、まあ、稽古期間も決してすごく長かったわけではないので、もちろんコーラスワークすごく難しいですし、音程が合ってるだけではなく声質音質までこうハーモニーとして合わせていくっていう、その繊細な作業はすごく大変でしたけど、でも自分にとって歌うことに対する、まあ、姿勢とか感覚すごく研ぎ澄ますことへの経験になって、ものすごく勉強になりました。楽しかったです。まあでも音楽への熱意というか、こう自分にこうフィットしたものに対してすごくこうなんだろう、執着っていうか、こうわってこう集中する感覚っていうのは、なんかすごく僕も共感するところがあるっていうか、なんかそういうところからボブの役作りというか、自分の中でのボブを構築していった感じかなっていう気がしますね、はい。そうですね、白チームすごく和やかというか、なんかこう平和な感じがして、それでいて各々は実は秘めたるこう強いものがあるのがすごくビシビシと感じていて、それがまたきっと再演ということで、その残その2016年から変わらないものもあって、それで多分それぞれがいろんなことを経験して、また新しいものをこう持ち込むことが持ち込むと思うので、僕もそうしたいなと思いますし、なんかそういう新しい白の面っていうのも出していけたらすごくいいんじゃないかなと今は思ってます。好きな曲はそうですね、まあ僕はボブなので、やっぱ終わったナイトも好きですし、 Cry for me はやっぱりすごく思い入れがある曲で、初めてメンバーがこうセッションしてそれぞれの音楽性に共感して、最後は一つのハーモニーで、これは何かまず違うんじゃないかっていうこのワクワク感というか、なんかそれが音楽のアレンジにもこう現れていて、すごく演じる時もものすごく大事にしたいなと思うし、はい。ジャージボーイズ、再演ですけれども、それぞれが白チームは同じメンバーで再演ですが、それぞれがきっとまた新しいものを持ち寄って、また新しい白チームになるんじゃないかと思います。ぜひぜひお楽しみにしていてください。劇場でお待ちしています。